さん、こんにちは。ハラミンです。はい、いつになく明るいスタートをしてみましたけれども、なんでかというと、ダダダダダン、焼き鳥を大量に買ってきまして、で、これお昼に実は買ってきたので、もう冷えちゃってるんですけど、うちにはこの網焼き大将がね、ベランダバーベキューをするときに大活躍している網焼き大将がいますので、この網焼き大将で再加熱をしてジュッとやって飲んでいきたいと思います。ということで、まずは瓶ビール乾杯。今日は王将飲みじゃないから、もう一番しっかり。いや、いいよ。はい、いただきます。乾杯。まずこれネギマかな。ネギマいきます。ちっちゃいやつでシュッて言いましたね。ネギマ、あとこれが俺の大好きな骨ボールっていう、これがね美味しいんですよ。これ軟骨が入ってるやつ。あんま音してんだよな。チューとしか言わねえんだよな。じゃあ、あとはこれがね、豚バラかな。豚バラいいね。焼いていく。チュー、あ、チューって言いました。焼けるまでは地味ですね。それまで普通に晩酌してましょう。お、いいねいいね。ちょっと煙が上がってきましたよ。これ火力を調節できないのかな。ちょっと風呂上がりなもんで、開けるか。いいね、こうやって。あ、いいねいいね。もう本来焼けてるんだけどね、もうとっくにね。あ、いいね、ジュク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 言っとりますよ。なかなか焼けねえんだよな。ビールが進んじゃうね。あ、いいですねいいですね。あ、いいですね。豚バラちゃんが結構、あ、豚バラちゃんがジュクジュク言ってる。ほら、うわ、うまそう。いただきます。うん、最高。めちゃめちゃうまい。こちらあの、まあ、地元の方だったらもう皆さん知ってると思うんですけど、リキさんっていうね、まあ、浦和レッズの聖地みたいになってる居酒屋さんで買ってきた、テイクアウトしてきたんですけど、駅前のネギマ。いいね、テイクアウトでもこう焼きたてみたいなのが美味しいね。うん、うわ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 、じわ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 って、なんか、うん、あの、今後状況がどうなるか分かんないですけど、緊急事態宣言が9月末で解除されるっぽいっていう報道が今出てました。やっとですよ、やっと外で飲めるのかな。まだ分かんないけどね、状況はどうなるか分かんないけど、やっと外で飲めそうっていう感じになってきてまして、猫が発情してます。いいですね、虫の音と秋の虫の声と猫の発情、素晴らしいですね。頭かな、これ頭。あ、猫が発情しちゃってる。いいわね、だから閉めるよ。分かったよ。はい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 。これは骨ボールもいいよ。これ美味しいんですよ。もし埼玉県に来て、浦和とか大宮に行って力に行くことがあったら、この骨ボールを皆さん頼んでみてください。これのニンニク醤油が美味しいですから。あ、うん、うまっ。そう、緊急事態宣言が明けそうですので、もうね、いつぶりだ俺は外で飲むのは。多分このチャンネルで言うと、あの寿司屋で飲むみたいな動画が多分最後の外飲みの動画だと思うんだけど、あれが8月の6日とかに公開されてて、7月の終わりに撮ってるから、だから7月までは飲めたけど、8月から緊急事態宣言入ってるのかな。オリンピックの関係で緊急事態宣言になってんだよね。そっから飲んでないんで、外で飲めてないので、まだ分かんないけどね、まだ分かんないし、もちろん緊急事態宣言開けてさ、飲めるようになっても、まあバカ騒ぎなんてするつもりもないし、バカ騒ぎする友達もいないんだけどさ、基本一人でこう
ビンビルでね、しっぽり行かせていただきたいと思いますけども。にしてもね、で感染者数も分かんないよ、分かんないし、医療従事者の方は日々頑張ってくださってるんですけどね、感染者数も減ってきてまして、ワクチン接種も進んでるようですし、やっと外で飲めると思ってたら、今日スマホさっき見てたらニュースで松屋がプレミアム牛飯廃止みたいなニュース見まして、俺プレミアム牛飯好きなんだよな。これもやっぱ牛肉の高騰による、牛肉の値段の高騰によるものらしいですよ。プレミアム牛飯好きだったんだよな。あの山椒、山椒うまいよね。あー、いい骨ボールちゃんが熱すぎ、串が熱い、串が熱いよ、熱すぎ、串が熱い、串が熱いよ、ふふふ、うん、うまっ。プレミアム牛飯廃止、そうね、松屋行って緊急事態明けたら松屋行って飲もうかな、飲みてえなと思ってたのに、いつ廃止なんだろう、いつ廃止なんだ、廃止になる前に食いてえな。だからそれで言うと、本当だったらもっとこうね、焼き鳥屋行ってさ、こうやってさ、焼き鳥でビールで飲むみたいなさ、飲みやりたかったんだけどさ、ここ最近全然できてないですからね、動画でもね。あ、これつくね、つくねです、うまっ。あ、うまっ、うめえな。これこれはね、ちょっとこういっちゃった、頭ですね、柱。うまい。リキはね、頭うまいんだよ。ぼんじりがある。ぼんじり。このボールって、このボールくらいだって。ビールなくなっちゃったから、もう一本取ってくるわ。七味をパラパラパラと、ちょっとかけすぎちゃった。いいね、いいね、うん、本当はおじさんが飲んで食ったからね、焼き鳥焼いてうまっつって飲んで食ったわけだ、本当に。これポンジリ、うまっ。あっ、熱いね、熱い、串が熱い、うまっ。骨ボールとね、頭をいつも頼む。あと、もつの煮込みで、俺ハムカツ、ハムカツとかな、メンチカツもな、本当は売ってたんだよな、それもな、買ってくればよかったな、うめんだよな、メンチもうめんだよな、リキは。で、浦和レッズのアウェイ戦がある日は浦和のリキに行ったらダメ、もう浦和レッズサポーターでごった返すから。俺はいけるよ、俺は何度も行ってるし、そこでレッズの試合を見てみんなでウェイってやってるけど、レッズ関係ない人がアウェイの日に行っちゃうと、もうわけがわかんないようになっちゃうから、浦和の力をね。ということで、今日ほどこんなおじさんがただただ飲んで焼き鳥食ってるだけの動画はなかったと思います。こんなね、エンターテインメントを意識してない動画、すごいですね、普通にただただ飲んで食って過去の思い出を語っただけの動画になってしまいました。不快感を皆さん与えてしまっていたとしたら大変申し訳ございませんでした。やっと焼き鳥屋にね、行って飲める世の中がやってきそうです。ただどんちゃん騒ぎはダメです、どんちゃん騒ぎはダメです。節度を守って、ルールを守って飲みましょう。私もそういう飲み方を
していきたいと思います。みんなで楽しく平和で安全な世の中を守りつつ、お酒も楽しんでいきましょう。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。